YouTuber と芸能人結婚、はいはいはい、これ一発目じゃない？え、この一発目 YouTuber 一発目じゃないっすね、一発目じゃない？ない気がしますね、確かに、うん、そうだこう、アナウンサーとかだったけど、あー俺ね芸能人っていうそのタレントっていう、そっかそっかそっかと YouTuber で、これ一発目じゃん、俺ラブさんと話しとったよな、あの動画の中で、確かに言っとったね、俺いつか来るみたいな、絶対これ、はい、今年来るんじゃないかって言ったら本物に来たな、すぐ今年すぐ来たね、うん、YouTuber と YouTuber あったやん、あったね、芸能人と YouTuber のこれ一発目やから、すごいこっからなんかブームになりそうやな、これがもう半分、本当になんかお笑い芸人と女優が結婚するとかみたいな、結構そのブームみたいなあって、そんなんで来そうじゃない、これきっかけになんかドーンってなんかその公表しちゃおうみたいな流れ、確かに逆になんかああやってほらなんか最近もテレビとかさ同時生放送したりとかさ、いろんなテレビ、俺も生放送見たらなんか答えられません答えられますみたいな生放送あったでしょ、ああ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 、リモコンでこう誰か投げ銭してみたいなさあって、俺もちゃんとやったよ、Dボタンかなんかしてそうやるもやったしさ、そういうなんか結構もうずっと何さっきも再生回数落ちたからなんか言ってるけど、自分も相当ずっと上じゃないの、その人が芸能人と付き合わずに最終的に一般女性と結婚しちゃったのが一番好感高いのよ、まあね、まあまあこういうタイプがね、うん、そうこういうタイプが一般女性と結局落ち着きましたってのが一番なんか、確かに、だから俺にとって結婚っていうのは好感度を上げるためのイベントに近いから隣におるんや隣に、そう俺にとっての結婚今現状その立ち位置なんだ、うん、今俺絶対イベント中ってことだ実感がないというか結婚に対しての、うん、YouTube の多すぎて、ああそっかそっかそっか、もう YouTube の企画みたいな結婚が、ああと捉えると自分がまだおるわけ、でもなんだろう、ぶっちゃけ俺も 100% そうと思ってないけど、でも動画回そうって先になっちゃったりとかリアクションとか撮らなくなっちゃったりとか、なるとだってやっぱ YouTube って俺らにとってはすごい特殊な場所で、うん、なんか思い出を残していけるじゃないけど、うん、そうね、なんかファンにこの気持ちをシェアできて、うん、一緒に喜んでくれたりとか、うん、それができるからやっぱ YouTube に残したくなるよ、絶対に、それはあれあれ、もうちょっとアルバム的な感じだね、うん、そう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 、あれだって去年の今頃何してたかなって言ったら YouTube 見れば分かるわけだから、ね、そう、うん、すごいな、でもそうなんだ、いやおめでたいな、ありがとうございます。